竹河原温泉全景竹河原温泉入口1、竹河原温泉、2、浜脇温泉、3、別府駅、4、東別府駅竹河原温泉は、大分県別府市元町にある市営の共同温泉である。現在の建物は1938年に完成したもので、2004年6月9日に登録有形文化財に登録され、2009年2月6日に近代化産業遺産に認定されている。正面に東派風の屋根を持ち、これに入母屋造りや寄せ棟造りの屋根やもこしが組み合わされ、複雑な表情を見せる壮麗で大規模な木造2階建ての建築である。内部は1階中央に天井の高いホールが設けられ、西側に寄せ棟造り平屋の砂湯、東側に平屋の男湯、女湯が配される。2階は格子天井の90畳の大広間で、かつては当時客の休憩室として使用されていたが、現在は公民館になっている。竹河原温泉前から流川通りまでの約50メートルは、現存する日本最古のアーケードである、竹河原工事アーケードでつながっている。浴槽のみで湯を出す蛇口がなく、直接浴槽から桶で汲み取って体を洗う。水を出す蛇口はあるが、これは熱すぎる湯を冷やすためのもので体を洗うためのものではない。更衣室と浴室が一緒に配されており、ロッカーで服を脱いだ後、掘り下げ式の浴室へ直接階段で降りるタイプとなっている。別府八湯の一つで、別府市中心部に位置する温泉街である。別府温泉は1871年5月に流川河口に旧別府港が完成すると急速に発展した。その中にある竹河原温泉は1879年に創設され、間駅泉または竹河原の湯とも呼ばれた。当初は海岸近くに湧き出していた温泉を楽しむために地元の漁師が簡素な小屋を建てたものであったと伝えられる。竹河原という名は、当初の建物が竹屋根葺きであったことにちなむとされる。温泉の効能が評判になると、港のすぐ近くという利便性もあって、当時客が大勢訪れるようになり、1902年、さらに1913年には2階建ての建物に建て替えられた。そして1938年には、現在の建物が完成した。いずれも、源泉かけ流し。ありがとうございます。